せーの、おだまっぱにーやらけぼじでーす。イエーイ。さあ、そして皆さん来なさい、暴れなさい、緑川優です。おー、すげえ。というわけで、今回はですね、なんとコラボ動画となっております。嬉しい。今回はですね、0.1g の誤算のメンバーであるボーカルの緑川さんとね、なんと僕たちリアラキャボーイズでコラボっていうね。そう、すごい、嬉しいね。すごい、なんかもうあんまり想像がつかないというか、異色の。そうそうそう。今回ね、つながりというか、僕たちがコラボする流れになったかって言いますと、実はね、緑川さん、以前ツイッター動画の方で、僕たちの脳症炸裂ガール踊ってみたの動画を、なんか初見で踊ってみたね。出してみました、マジ。あれ、むちゃくちゃ面白かったです。本当ですか。その僕たち 0.1g の誤算さんのことを知って、あ、なんか僕たちに興味あるのかなって思って、それで声をかけたら、なんとね、コラボをね、一緒にさせてもらえるっていうことになってね、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、まあ何をやっていくかと言いますと、今回の企画はこちらとなっております。ビジュアル系バンドワンマンの客席にオタクしかいなかった時のバンドメンバーの反応を検証してみた。今回ですね、0.1g の誤算さんの、まあ、ワンマンライブにお邪魔しまして、緑川さんは今回仕掛け人なので、このことは知ってるんですけど、残りのメンバーはね、まあ、何も知らされていない状況の中で、いきなりステージに上がっていったら、僕たちしか、ね、お客さんいない状況で、でもがっつりね、まあ、僕たち見た目オタクですので、僕サイリウム持ったね、もう本当に、声優さんのライブイベントに紛れ込んでしまったオタクかのような感じでね、僕たち振る舞いますので、はい、その時のね、誤算さんのメンバーの反応、どんな感じになるかっていうのね、どんな感じになると思います？田舎だったら、40人とかあるんですけど、あ、やっぱですね、3人はないんすよ。あ、なるほど。でも、誤算さんのワンマンライブね、僕たち動画とかで何回か見たことあるんですけど、面白いことやってるなっていう印象あるんで、はい、割とね、対応してくるんじゃないかなって予想してないですよ。最初は、あたふたしてるかもしれないけど、乗ってくると思います。おお、楽しみっすね。じゃあちょっと早速やっていきましょう。さあ、本日も 0.1g の誤算の狂気的ライブをお見舞いするとしよう。お前らバカでかい声聞かせてくれよ。行くぜ。さあ、声ちょうだい。おい、全然今日声聞こえねえけど、どうしたんだよ。おい、聞かせろ。まさき大輔、咲いてください。咲け。行くぜ、声ちょうだい。おい、おい、おい、おい。さあ、水たまり、マリって咲いてください。気がしてちょうだい。マリって叫んでくれ。気がしろ。おい、男の声しか聞こえねえぞ。女負けんな。おい、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 川村友樹に咲いてください。緑川優の名前を超バカでかい声で聞かせてくれ。
演者かわかんねえ。おい、お前ら、聞け、お前ら、対バンしようぜ。おい、対バンしようぜ。お前ら書きたい、もっと本気で踊れ、お前らも。これ対バンだ、対バン。ドラム、お前も本気出せ、お前も本気出してみろ。これはライブじゃなかった、これは今戦っている、俺らは今ツーマンしている、対バンしてんだ。これはとにかく心どうしようもなくなくなって撮ってみたんですけど、はい、いかがでした？出てきて、なえ、そりゃ言葉にならなかった。あの、わかりました。若干僕たちも実は困惑してました。そんなプロがいると思わないから、俺世の中の人はもうみんなこんなダンス踊れるんだよ。後半僕たちもブレイクダンスしてオタクでもなんでもなかったので、個人的に超面白かったのが、まあ、あの緑川さん仕掛け人なんで、あのステージの下降りてくるの全然わかるんですけど、なんで川村さんも一緒に降りてきたのかなっていう。いやもうちょっと楽しそうすぎて。あれむちゃくちゃ面白かったですね。はい、まあ、そんな感じでね、今回ね、まあ、の 0.1g の御三さんとのね、まあ、コラボ動画っていうことでね、はいはいはい、やっていったんですけど、なんとですね、僕たち6月3日にスーマンライブをねやらさせてもらうっていうね、やった、はい、またねどうなるかちょっとね予測がつかないんですけど、個人的にはねめっちゃ楽しみなんで、そうだ、はい、楽しみ、楽しみです。逆に今度俺らがドッキリ仕掛けられちゃうみたいな、可能性あるかもしれないっていうね、はい、無理じゃないですよ。見てくださいね。はい、この動画が面白いと思ったら皆さんチャンネル登録、そして高評価の方お願いします。お願いします。そして、緑川さんのね YouTube チャンネルもございますので、はい、こちらの方のチャンネル登録もまだしてないよって方はぜひお願いします。こちら概要欄に貼っておくのでチェックの方よろしくお願いします。ここまでのお相手はリアルアキュアボーイズと 0.1g の子さんでした。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。